倉林明子君。日本共産党の倉林明子です。29日に年金集中の審議をしようということで決まりましたので、今日はいくつか確認ということで年金問題お聞きしておきたいと思います。20日のですね、年金機構がこの問題発覚を初めて記者会見をされております。でそこでですね、示された資料を私もいただきました。ここで、委託業者の契約違反について4項目が挙げられております。納品の遅れ1つ、納品の遅れと入力漏れが1つ、2つが相当数のデータ誤り、さらに3つ目が海外業者への再委託、4つ目が報告等未提出虚偽ということです。これそれぞれの項目ごとに違反を、厚労省が把握した時期っていうのを特定していただけますか。高橋年金管理審議官。お答え申し上げます。今回 の委託業者の問題、契約は一つでございまして、4つの事案が順次重なり合いながらも順次起きたものでございまして、日本年金機構から年金局の方にはその都度順次報告を受けてございます。で4つの事象ごとに申し上げますと、まず納品遅れ入力漏れの、特に入力漏れでございますけれども、これは2月の6日より順次発送した振込通知書に基づきまして、2月9日からコールセンターに問い合わせが増加したと。で、その時点で、委託業者の入力漏れによる源泉徴収の誤りがあるということが機構の方で、徐々に分かってまいりまして、2月13日に機構より一報を受けてございます。また2番目 の作業手順を遵守せず相当数のデータ誤りの件でございますけれども、このうちの一つ、29年分の源泉徴収票の氏名の誤りにつきましては、これは1月12日から源泉徴収票発送しておりまして、15日ごろから機構のコールセンターで誤りの苦情が増加しておりまして、19日に機構より年金局に一報が来てございます。また30年源泉徴収税額についての入力誤りの件でございますけれども、これにつきましては2月の13日に機構より報告を受けております。それから3つ目 の海外で、海外の関連事業者に無断で再委託をしたということの件でございますけれども、これにつきましては12月末に機構のホームページに情報提供があり、1月4日に機構が把握して、5日に年金局に一報があった次第でございます。その他情報の未提出、報告書等の未提出協議等につきましてはですね、これらの事案の報告がある中で逐次説明がを聞いてございます。倉林明子君。ちょっと聞き取りにくかったところもあるんだけれども、前回の質疑の中でね、こういう事故違反事項について11月、12月ごろには掴んでいたという説明もあったと思うんだけど、今、明確なご説明、ちょっと聞き取りにくかったので、確認をさせてほしい、いかがです。高橋審議官。11月や12月ごろというのは、機構 その契約を直接担当している、正規格との間の直接対をしている機構の担当者が、そこのところの、十分な体制が整ったり、あるいは異なる手順でやっていると、こういうことをしてしっかりやるように指示をした、こういうようなことでございまして、この時点では厚労省の方には報告はございませんで、1月以降、1月また2月に順次事案が生じ、報告があった次第でございます。倉林明子君。結局、年が明けてからしか分からんかったということですね。それも重大な問題だというふうに思います。さらに報道を見ておりますとですね、これ資料をつけておりますけれども、これ4月までになんとか一定数については源泉徴収を正しくしたものとしてやっていくんだということなんだけれども、私、問題だと思っているのは、これ、資料つけてますけれども、5や10っていう数字が入っているのは、10% ですね、ほぼ、の税率、公的年金基礎控除はできてないっていう方が、いまだあるんですよね。それは一度も提出されていないと。いう方々で、実はこういう人が 72.8 万人まだ残ってるということだと思うんですよ。
未解決部分が、私はここ明確にした対応が必要だと思うんだけれども、ここに対してはね、私が 5% をしっかり適用すると、今回いろいろおっしゃるんだけれども、提出できなかった人たちについて言えば、周知が悪かったというのはあると思うんですよ。そういうことを踏まえたらね、この 5% っていうことの適用っていうことを、未提出の方々についても行うべきだ、どうでしょう。高橋審議官。お答え申し上げます。この源泉徴収の、年金からの源泉徴収につきましては、所得税法の規定におきまして、扶養親族等申告書を提出した居住者については、5%、5.105% の税率とすると。提出のないものには、10.21% の税率で源泉徴収額を計算すると。これは法律に規定がございまして、そういう意味で今回、30年分の扶養親族と申告書につきまして、ご提出がなかなか難しくなったという方が増えてございます。でこれにつきましては今ご指摘のように残り 72.8 万人 でございますので、今後4月下旬に分かりやすい申告書の様式と、チラシを入れたものをお送りしまして、ぜひとも提出していただいて、5% の適用するというふうにしてまいりたいと思っております。倉林明子君。さらに議論を深めたいと思います。私はね、やっぱりしっかりこういう方々に対しても配慮できるように考えるべきだと思いますね。でその上で水島理事長に一点だけ確認したいと思うんです。私3月20日予算委員会午前中にこの質問、この点に関して質疑させていただいた。私に明確な謝罪いただいたという印象は全く受けることできませんでした。一体いつ、その後の記者会見で謝罪されました。一体いつ謝罪しようという判断されたんでしょうか。日本年金機構水島理事長。本事案が発生をいたしまして以来、受給者の皆様方には大変ご迷惑をおかけしたと常々、考えてまいりました。常にお詫びを気持ちを持ちながら、少しでも受給者の皆様に、ご迷惑をおかけしないようにと、全力で、事案の対処に当たってまいりました。一方で今回の問題につきましては、先ほど、年金管理審議官からも申し上げましたとおり、単一の契約に基づく4つの事案がございました。全体像を整理した上で公表する必要があると考えていたところでございますが、 3月後半に入りまして、4月支払い時に向けた対応のめどがつきました。また委託業者による契約違反行為の全貌がおおむね把握できたところでございます。このため3月20日でございますが、厚生労働大臣のご指示も踏まえまして、今回の一連の事態の内容とこれらに対する取り組みについて直ちに公表し、お詫びを申し上げるということにした次第でございます。倉林明子君。ちっとも直ちにの報告じゃなかったですよ。改めて29日にしっかり議論は深めたいと思います。次にですね、ここで、年金の質問終わりますので退出していただいて結構です。水島理事長はご退席いただいて結構でございます。はい、委員長。はい、倉林明子君。医師の働き方改革について質問したいと思います。これ検討会でプレゼンテーションを行いました中原紀子さん、働き方改革でも、おいでいただいたようですけれども、小児科医のご主人を、1999年に亡くされております。去年44歳、32時間連続勤務の当直が月8回、こういう激務の中で、病院の屋上から身を投げたという過労死事案で、自殺でありました。これ、医師の働き方改革にあたってですね、私、出発点として、過労死、過労自殺、生み出す、こんな働き方っていうのは、本当に一刻も早く改善していくべきだ、勤務環境改善。最優先であるべきだと思うんですよ。大臣いかがでしょう。加藤大臣。私も中原さんからお話直接聞かせていただきました。まさに医師の健康確保をしっかり図っていく、それは医師もちろんご本人またご家族のためであります。それから同時にやはり
この医療というものは国民それぞれ皆さん方につながっていくわけでありますから、そうした医療の質安全が確保されているという観点も含めて医師においている働き方改革、これはしっかり進めていかなければならないと思っております。まあ、現在の医師の働き方改革に関する検討会を開催し、時間外労働規制の具体的なあり方と、また労働時間短縮策についても検討を進めております。ご指摘のようにですね、単に時間外労働規制のあり方を検討するだけではなくて、まさに勤務環境を具体的にどのように改善していくのか、またその話がなければ前に進まないというご指摘はその通りだと思います。検討会において2月末には緊急的な取り組みというものがまとめられました。静脈注射や診断書の代行入力等について、原則医師以外の職種により分担する、いわゆるタクスシフティング、また各医療機関の置かれた状況に応じ当直明けの勤務負担の緩和や複数主治医制の導入等を検討する、具体的な取り組みを盛り込んだところでございますので、まずはそうしたことも含めて各医療機関において医師の勤務環境改善、これが進んでいくように我々もしっかりと取り組ませていただきたいと思っております。倉林明子君。そこで今ご紹介もあった検討会がまとめた緊急的な取り組みということで、私大事だと思うのは客観的に労働時間をしっかりつかむと、ここがね、医師のところは本当にできてないんですよ。その上ね、サブロック協定、これもですね、定めがないとか、定めがあっても守られていないって、こういう実態あると思うんだけれども、私これ、医政局がね、しっかり実態つかむって必要だと思うんですよ。どうでしょう。武田医政局長。ご指摘 の医師の在院時間につきましては、厚生労働科学特別研究による勤務医のアンケート調査によりまして、診療時間、診療外時間、待機時間、それぞれ把握しておりますので、この合計時間が在院時間ということになりますけれども、これによって平均的には週約57時間であるという実態を把握をしております。また、サブロック協定の定めなく、または定めを超えた時間外労働といった状況につきましては、勤務医個人単位では把握をしておりませんけれども、4病院団体協議会の調査におきまして、約 15% の病院がサブロック協定を締結していないということでございますので、これらの病院の中では時間外労働が発生している場合もあると推察をしているところでございます。医師の働き方検討会におきましては、こうした勤務医の実態を分析したデータについてもお示しをしながら、医療系を含む労働組合の団体の方、若手勤務医も構成員として議論に参加していただいて、ただいま検討のための議論を行っているところでございます。倉林明子君。いや、実際労働が入っているという説明もあったけれども、ここには、ね、医師の労働者入っていませんよね。そういう要望も受けたまっております。実際の医師の労働者側の医師ということで参加いただくことは必要だというふうに思います。で、おっしゃったように、医政局そのものがつかむということにはなってないんですよね。そういう意味では推計というようなことになるので、それきっちりね、つかむっていうところを積極的に求めておきたいというふうに思います。で、中原さんのご主人もですね、労災申請で当初労働時間こう見なされなかったのが当直なんですね。で、これはほとんど業務のない、ないものが宿直で、業務があったら時間外労働ということになると思うわけです。そこで資料の1を、資料の、3枚目を見ていただきたいと思います。これ医師の組合、全国医師ユニオンが実態調査されたもののデータになっております。これですね、一番左の上ですけれども、8割を超えて通常業務があるということになっているので、実態時間外労働だということだと思うんです。で、この当直明けが通常勤務になっている、こういう人たちがグラフ見てもらったら分かるように8割なんですよ。32時間連続っていうことで超長時間労働になってるし、加えて休みがね、取れてないという人が本当に多いという実態が見て取れるデータになっております。私、医師の実態をこの調査を見るだけでもですね、当直っていうのは実態がなくなってると、夜勤としてね、扱うべき性格になってきてるんじゃないかと。そういう上でも、
医師の正確な労働時間、サブロック協定の締結、適正な残業代の支払い、休日の付与、こういったことを政府がね、しっかり掴むべきだと思うんですけれども、いかがですか、重ねて聞きます。加藤大臣。今の宿直と宿日直についてのお話がありました。医師の在院時間が、それが労働時間に当たるかどうか、これは個々の勤務実態を踏まえて、判断をしていかなければいけないんだろうと考えております。現在把握しているデータ、厚生労働科学特別研究による勤務員のアンケート調査によって、診療時間、診療外時間、待機時間の合計を把握して、先ほどお話申し上げた平均して57時間という話をさせていただきましたが、さらに正確な労働時間の把握をするため、医師の勤務自体、これ、しっかり分析しようということで、1分単位で計測するタイムスタディ調査、今、進めさせていただいております。また、さらに休日の付与状況についても、平成28年6月1ヶ月の状況として、厚生労働省の委託調査において、平均で 5.5 時を切ることができたとする結果もあるところでございます。ただ、いずれにしても、医師の働き方に関する検討会において、本年2月末に、医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組みもまとめました。今後、そうした取り組みが各医療機関で実際どう行われているか、こういった調査を今年度中にすることにしておりまして、その中においては、ご指摘の労働時間やサブロック協定の締結、残業代の支払い、休日の付与にかかる状況についても把握をしていきたいと考えております。倉林明子君。医療現場で労基法違反というのが容認し続けることになるということはもう許されないということだと思うわけです。これは医者 その命の問題ということにとどまらず、その医療の安全性にも重大な影響を与えるという観点から責任は重大だと思うんです。で、当直明けの連続勤務で集中力判断力の低下、先ほどのユニオンの調査結果で言いますと大幅に低下、やや低下、非常に多い比率になっております。さらに診療上のミス、これも、ね、7割が当直明けだとあるということで指摘してるんですね。そういう意味で言いますと、その交通事故が大変多いということで、厚生労働省が自動車運転者の労働時間、これに対しては法律ではないけれども、告示という形で、長時間労働 の上限を定めるということで、等の基準を示しております。私ね、今すぐ労基法が守れるような現場の実態ではないということを重々踏まえた上で、緊急的に目安として告示で同様の基準を示していくと、労働時間については中身は本当検討必要だと思うんだけれども、上限ここよということに緊急的な目安告示で示すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。加藤大臣。すみません、先ほど調査やりますと申し上げた、この4月から始まりますんで、今年度中と申し上げましたが、来年度中ということで、すみません、訂正させていただきます。それから、今お話がありました、法的措置とは別にですね、何らかの対応を取るべきではないかというご指摘がございました。医師に関しては、今、委員からもご指摘ありますように、長時間労働という問題もあるわけでありまして、今回、罰則付きの時間外労働規制の対象とはすると。しておりますけれども、一方では求めがあれば診療を拒んではならないという応召義務が課せられていることなどの特殊性を踏まえた対応が必要ということでございますので、働き方改革実行計画においては改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用する、そしてそれまで検討の場を設けて、2年後を目途にですね、規制の具体的なあり方、そして労働時間の短縮等について検討し、結論を得るとされているところでございまして、先ほど申し上げた医師の働き方改革に関する検討会が今、立ち上げられ、議論が進んでいるところでございます。中間的な論点整理でも、時間外労働規制のあり方については、現状を変えていくことや、長時間労働をできるだけ短くする方向に向かうことを前提に議論すべきである。
また医師の長時間労働の現状、地域医療の実態、医療機関の役割は診療科ごとの多様性を踏まえて時間外労働の上限時間を設定する必要がある、まあ、いった意見をいただいておりますので、まあ、実態を考慮しながらですね、しっかり検討を進めさせていただきたいというふうに思っております。まあ、いずれにしても医師の健康確保を、そして提供する医療の質や安全を確保するという観点から、医師の長時間労働を是正をしていくということは大変重要でありますので、我々も現行の中で対応できるものはしっかり対応し、また検討すべきものはしっかりとその検討を進めていきたいというふうに考えております。倉林明子君、だけど聞いたことに答えがなかったんですよ。長時間 の上限目安となる告示出したらどうかと、それも含めた検討してくれるんですか。加藤大臣。今したがって先ほど申し上げた、2年後したがって平成31年3月末を目途に、まあ、規制の具体的なあり方、労働時間の短縮等について、まあ、結論へ、そしてそれを向かって対応していくということにしているところでございますので、まあ、あくまでも法規制という中で議論をさせていただいているということでございます。倉林明子君。法規制の前にやれることがあるんじゃないかという具体的提案なんだから、しっかり受け止めて検討していただきたいということを言っておきます。そこでさっきも出ていたタスクシフティングの話というのはね、私リスクがあるというふうに思っているんです。それは何でかと言いますと、今回ね、さっき静脈注射の話もされたけれども、受け皿はどこかって言ったら看護師さんになっていくわけですよ。その看護師さんの、今回の診療報酬改定はどうかと言いますと、最高7対1の入院基本料のところが今度10対1が基本ということで、それにインセンティブつけてこう、看護職員を増やすと7対1を確保するっていうインセンティブはこれなくなってくるんじゃないかと思うんです。7対1がで誘導しすぎたという議論あるようですけれども、体制取れたっていう点ではね、私一つ大きな一歩だったと思うんです。ところがこれ10対1っていうことが基本で誘導されれば、体制弱くなるのは私はっきりしてると思うね。でこの看護師さんが今どうなってるかっていうことで1枚資料つけときました。これ医療連が毎年って5年ごとにやってるやつですが、1988年と比べて切迫流産や流産が夜勤勤務してる人たちのところで増えてるんですよ。母性の危機っていうようなところが現場ではね進んでるんです。私はこういうところに、シフトしようということになれば、体制減らして、仕事を増やす、医師の負担は一定軽減できるかもしれないけれども、看護現場では過重超過勤務を招くということになるんじゃないかと思うんですよ。どうですか。武田局長。医師 の働き方に関する検討会で議論を進めておりますけれども、本年2月27日に取りまとめられたこの医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組みの中におきまして、医師から他職種へのタスクシフティングの取り組みが盛り込まれているところでございまして、まあ、具体的には今回実施された医療機関に対する調査結果におきまして、おおむね医師以外の職種が実施している静脈採血、静脈注射等において原則医師以外の職種により分担して実施することで医師の負担を軽減することとしているところでございます。でご指摘のとおり医師 の, 行われている、移行医の中で多職種で分担をしていくというようなことになって、看護に業務が集中するのではないかというご指摘でございますけれども、この検討会の議論におきましても、看護職員にばかり業務が集中しないよう多職種チームでの総合的な検討が必要ではないかというご意見も出ているところでございまして、私どもこのタスクシフティングにあたりましては、多職種における適切な役割の整理を行うことにより、より効率的な医療の提供を推進していく必要があると認識しているところでございます。倉林明子君。だから検討会でもね、看護師さんのところに行き過ぎるんじゃないかって心配出るほどなんですよ。そういう実態なんですよ。私ね、この問題解決していく、上にはですね、OECD と比較したらもう10万人も医者が少ない、ここをねしっかり見ないとダメだというふうに思うんです。医師も人間ね、労働基準法が守られる職場環境を整備すると、そういう責任はね政府にあるわけですよ。診療報酬上もしっかり手当てしてですね、守れる体制を作るのかどうか、
その必要数っていうのを増員増やしていくっていう必要数をしっかり割り出さないと極めて無責任になると。これ続きはまたやらせていただきます。終わります。